では続いて、情報通信省サイバーセキュリティ庁の設置。いろいろ庁とか省が増えていきますけれども、減ったりしないのかね、逆に。省庁を減らすみたいなのって。この省庁はいらんみたいなのってないのかね、1個ぐらい。1個とか2個とか。知らんけど。いや、なんか増えるばっかりだなと思って。はい、ズバッと出ました。難しい。これも、ゴブゴブって感じかな。いや、どっちかができて、どっちかができないとかね。今2個聞いちゃったから。なった直後は悪魔の逆でしょ？これはいいけど。あと、周りの後押し、環境とあとご自身の意志とかね。ラッキー度も、これもいいから。環境と立場はいいんだけど、話がなくなる可能性もあり、でもそのままの流れで行く可能性もあり、ちょっとどっちの線で行くかまだわかんないかなっていう感じがする。五分五分だね。50%。では、靖国参拝を貫く。この辺からね、考えとか思想みたいなのを貫けるかどうかだから、ちょっともうちょっとシンプルな並べ方でいきますね。靖国参拝を貫けるのか。この問題さ、ちっちゃい頃から不思議だったんだけど、同じ日本人の中でも、なんでこんなに真っ二つに割れるんだろうね、と思って。不思議だなって、小さい頃からこれに関しては思っていた。なんでこんなに割れるんだろうね。なんでですか？リスナーの皆さんの方が、なんでかわかるかなと思って。なんで割れるんだろうと。おー、なんか悪魔的な、なんだろう。あー、ズバッと出ました。これは、貫けないかもしれない。裏から、ね、何かの外力が加わって、こう、ひそひそ囁くね、例えば高市さんを支える誰か、誰だろう。こんなに応援しているのに、君は行くのかいみたいな、なんか、それ悪魔の囁き的な、で、タワーの逆でしょ。どうかな？ちょっと、これらを見る限り、ズバッと実行できるかって言うと、総理大臣期間中は難しい気がする。うん。やったらあかんみたいな、背後から囁くひそひそ声がめっちゃありそう。これ、そう。貫けないかもね。これ 10% くらいよ。政治、怖いね。政治家って怖いね。じゃあ女系天皇反対で旧宮家復帰っていう考え方を貫けるか。河野太郎さんはなんで突然女系天皇反対に手のひら返したの、あれは。すごい手のひら返し見たなと思って。だって1年前くらいまでさ、自分のライブとか、でも、あとホームページでもさ、これだから反対なんですって、むちゃむちゃ熱く長文とかって語ってたじゃん。それをひっくり返しちゃったと思って、びっくりしたんだけど、河野太郎さんのその女系天皇をひっくり返したのは。どうしたみたいな。ね。はぁ、ズバッと出ました。難しいな。皇帝が逆向いてんのよ。で、女性が強いカードが出たの。なんか、高市さん的にはそれ、貫きたくても、そういう状況にないとかね。なんかタイミングとして、マジで、なんか、男性が、なんか、途絶えそう。女性ばっかりになりそうみたいな感じで。でも、三宅はどうなった？三宅、難しいね。これさ、他に方法ない。これしかないのか、方法は。一旦、愛子様を女系じゃなくてね、女性天皇にしといて、一旦保留みたいな感じにするかもね。どうかな？ちょっと、これも厳しそうだね。難しいな。これも、30% くらい。一旦保留みたいな感じにするかもしれない。ちょっと、高市さんの代でどうこうっていう感じじゃなさそう。で、それを貫ける
強く言えるかっていうと、それもなんか難しいのかなね。じゃあ夫婦別姓の考え方を貫けるか。とりあえずさ、私夫婦別姓、夫婦別姓じゃないよ。夫婦別姓反対だ。間違えた間違えた。夫婦別姓反対。夫婦別姓反対を貫く。すいません、なんかずっとホワイトボードに夫婦別姓を貫くって感じ。そうで、私はとりあえず夫婦別姓反対でもいいからさ、女性側が性別を変えるときに、一回の処理で全て銀行も免許証も保険証も全部の性が変わるシステムが欲しい。それさえあれば何も文句はない。それがね、むちゃくちゃめんどくさいんですよ。本当に。はい、ズバッと出ました。あー、これもちょっと若干弱まるかもしんないね。世の女性たちの声が、例えばよ、いや、別姓の方がありがたいんだけどっていう声が実は多かったりして、反対を貫く意思が若干弱、どうかな？弱まるか、暴走させるか、どっちかかな。あ、でも弱まるかな。なんかこれ世の中の女性の意見みたいな気がするんだよね。こう女性らしい女性よ。あ、でも待って待って。女性らしい女性だったら反対するか。あ、難しい。いや、女強子が出たらなんか別姓にしてくださいみたいなさ、感じかもしれないけど。あ、難しい。どっちだ？勢いが止まるか暴走させるか。貫くかな？ごめんね、いろいろ二点三点して。多分ね、これはめちゃめちゃ強く貫くと思う。100%にしとこう。強すぎる。なんか 1000% くらいの強さだと思う。今、この見えない間の間にちょっとトイレ休憩を挟ったんですけど。そこでね、トイレ休憩の間に考えたんだけど、違うアイデアが浮かぶのかな？なんだろう。別姓でも併記すればいいとか、女性の声によって。だから、難しいこれ。すいません、ちょっと夫婦別姓に関しては、ちょっと弱まるか暴走するかの、どっちか極端な感じだと思う。今の考えのまま、同じままっていうよりは強まるか弱まるか、すいません、それのどっちだよって感じだけどね。ちょっと今と違う路線に行きそう。はい。じゃあ、移民政策反対を貫く。移民政策反対って聞くと、トランプさんを思い出すよね。トランプさんの支持者の皆さん、お元気ですか？今、高市さんに夢中なのかな？どうなんだろう？そんな感じでよろしいですか？流れとしては。トランプさん支持層、イコール高市さんで大体合ってるのかな？まあ、すべてね、バッチリイコールじゃないと思うけど。はい、ズバッと出ました。途中まで、過去、現在、近い将来、あと、総合的な立場、環境、可能性まで全部悪いカードだったから、無理かなって思ったんだけど、最終的に戦車なの。すごい、むちゃくちゃ不利な立場に、あっても、最終的には貫くかな。めっちゃ逆境の中だけど、貫く気がする。70% ってとこかな。ね、女性的なカードが、人間のカードみんな出たけどね、女性的なカード2回ともこう逆向いてるから、なんかこう、これもなんか潰しにかかられる気がする。よいしょ。じゃあ、日中友好反対を貫けるかどうか。あ、私今移民政策反対の時だけ、わーって並べちゃった。まあいいや。日中友好反対を貫けるか。これ難しいな。ズバッと出ました。これ難しい、難しい。仲間割れが起きるっていうか、ちょっと人間関係の都合上、厳しそうな気がする。そのね、自民党の党内とかね、そういう意味で。対中国とか、
まあそういう意味もあるか。なんかあんまり協力してくれる人とかが、これは少なそう。ちょっとそれ無謀すぎないっていう感じで、味方についてくれる人はピシャッとこう、バッチリやって、完璧な味方もいるんだけど、でも敵の方が多いかなっていう感じがする。だからもうご自身の意思次第っていう、どこまでそれに負けないかみたいな。今のままでいくとなかなか厳しそう。30% くらい。はい。以上になりますが、まとめると、なかなかに辛いね。アベノミスミックス継承は 100% できそう。これは。で、このサイバー防衛と攻撃に対応できる法の制定。これもできそう、100%。夫婦別姓がどっちかかな。どっちだろうな。これもまあ可能性としてはある。で、移民政策反対を貫くもまあまあできそう。三角が金融、所得税率引き上げ、あと、情報通信省、サイバーセキュリティ庁設置。で、なかなかにこの、揺らぐとか、あの考えを変えさせられるとか、貫けなさそうなのが、これと、インフレ率 2% まで、プライマリーバランス凍結と、憲法改正と、NHK 改革と、靖国参拝を貫くと、女系天皇反対後。まあ、貫くっていうか、なんか、そういう状況にないみたいな、仕方なくみたいな感じ。で、あと日中友好反対を貫こうとすると、協力者がいないみたいな。こんな感じになりそうかな。なかなか厳しいですよね。この前、高市さんが総理大臣になったらどうなるかって占った時に、いっぱい邪魔が入りそうみたいなのは出たけど、やっぱりいっぱい邪魔が入りそう。いかになんか内部の敵との戦いみたいなね、そんな感じになりそうよ。なんか、自民党内での戦いみたいな。難しいっすね。なんかさ、自民党じゃなくて、新たなこう、ちょっと若手の保守的な党ができたらどうなるのかなっていうのは、すごい興味がある。気になる。自民党のあの、おじいちゃんした人たちをこう、置いてきて、保守的な40、50歳の若手の保守の新しい党みたいなのができたらどうなんだろうな、みたいな気になるところではございます。はい。以上です。長かった。いっぱい占っちゃった。はい。では、じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、ぽい。パンなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。